夜もサブカルの精霊を呼ぶぜ、トミーテよ。ほーにゃにゃちわー、ほーにゃにゃちわー、ほーにゃにゃちわー。はい、どうも皆さん、トミータです。イエス、バウバウ、お疲れ様でございます。バウ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 、あけちゃんバウバウいやいやいや、さっきのアイドリングトークともつながらないモノマネ松村さんがモノマネする高田文夫先生じゃないですか。バウ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 、たけちゃんバウバウピロピロピロ、あれ、それ誰もわからないっていうね、あの名作、はい、あれ面白いんだけどな、わかると、はい、分かってくれないんだろうな。ということで今回も見たい登場いただきました。お願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、今日もね、あの覗き窓にいっぱい国民たちが覗いております。はい、ありがとうございます。皆様があれですよ、盛り上げてくださったおかげで、うん、あの兄様の話をこの番組でしたじゃないですか。おー、そうなんですよ、トミータ、びっくりしたよ。はい、兄様の話をしたらやっぱりですね、うん、アニメロサマーライブのですね、もうほんと斉藤 P がですよ、統括プロデューサー斉藤 P、 統括プロデューサーね、はい、がですね、うん、やっぱ見てたっていう、この動画を。え、それってトミータがなんか、はい、いわゆる YouTube のやつをリツイートしたとかなの？あ、して、で多分ずっとやっぱ兄様に関することは、うん、あの斉藤 P もあのマーケティングっていう意味でエゴサーチとかされてたと思うんですけど、うん、なるほど、引っかかった。そうなんですよ、引っかかって見てくれて、なんかすごい喜んでましたね。え、これ発言大丈夫、俺たち、これだから大丈夫なんじゃないですか勝手にお墨付きもらったつもりでやりましょう、もうこうなったら。あ、そうだね、なんかこう公式か、はい、公式に監視されてて、なんかあの いつものあの自由奔放さがなくならないぐらい気をつけようかなと思ってさ、ね、あの急に制裁を書くみたいな感じ。そうそうそうなんかすげえふんわりふんわり、なんかね、みなもしかこう救わないような感じになってるみたいな。そうですよ、それだけやめておこうね、もうでも斉藤 P も見ているサブカル、ね、サブ金のこの覗き窓でございますから。いや、嬉しいっすよね。はい、ということで、じゃあ続いてのそのね、兄様の話で、まあ三大アニソンフェスってのがありますよと、はい、で、うん、話がこれ盛り上がりそうだから今週にって言ったのが、いわゆるこれからのアニソンフェスだったりの新たな形だったりとかね、はい、そ, ね、そこに関してはちょっと話をしていこうと。かしこまりました。いうことですけど、あ、そういえばね、僕ね、富田、もう一個ここで情報として、これ、はい、なんだろう、合致するのか、あさっての方の話になっちゃうのかちょっと分かんないんだけど、はいはい、富田の中でさ、はい、VTuber ってどういう存在？あー、なるほど、僕大好きなんですよ、実は。あ、そうなの？はい、大好きです。え、だってアニソンとかやってる人からして VTuber ってどういう今立ち位置の目線なのかなと思ってさ、だ今一番すごく難しそうなポジションで見てるのは、うん、きっと声優さんたちだったりするとは思うんですよね。それはその理由としては、その自分たちが活動できにくい環境になったってことってこと、はい、それとも VTuber って新たな存在が来たってこと、はい、っていうこと。言ってしまえばあれってリアルアフレコじゃないですか。あ、まあそうだよね、側に対して、まあ、中の人などいないと言われればおっしゃる通りですという感じなんですけどもまあまあまあね、ええ、まあ、あくまでもその魂がね、魂ですからね、うん、V の場合は、うん、まあ、魂がいらっしゃって、うん、で、まあ例えば最近やっぱね VTuber で多いのが、うん、まあ例えばちょっと今日が乗ったからちょっとこの後生配信しますみたいな感じで、はいはいはい、例えばゲーム実況だったりとか、うん、ちょっと皆さんとのやり取りみたいなことも上げられるんですよ。あの、うん、3D アニメーションキャラクターがちゃんと動きながら、それについてこう魂が喋っている、うん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 、そうだよね。でもそれってね、言ってしまえば、うん、すごく声優さんの活動にも非常に近しいけれども、うん、声優さんの活動というのはやっぱりある映像に対してアフレコをしてお芝居をするっていう、そのお芝居のパワーの部分に比重がやっぱりすごく置かれていて、うん、VTuber でどっちかというと、まあ、フリートークであったりとか、そうね、ライブっていうね、生っていうものが強いよね。そうです、そうです、うんうん、生というものに非常に強い。もちろんあの収録されたものだったり編集されたものもたくさんございますけれども、うん、やっぱりその辺との
何でしょうね、似てるからこそというか混同されやすいからこそのちょっと難しさみたいなもの、共存の難しさみたいなものを感じてる方って、うん、僕多いんじゃないかなっていうのも、例えば、ちょっと前に発表された、先月かな、発表された、うん、電音部っていう企画があって、電音部、はい、電音部というのはバンダイナムコアーツ、バンダイナムコグループが新しく手掛ける、うん、ダンスミュージックだったりクラブカルチャーだったりを扱うコンテンツなんですね。はい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 。でそれにはさまざまな、キャラクターが出てくるんですけれども、そのキャラクターの声を、うん、VTuber の人が担当したりしてるわけですよ。あ、え、キャラクターの声を VTuber の子が担当してんの？そうです。魂がかぶってかぶってやってるってこと？はい、そうおっしゃる通りでございます結構複雑っていう。確かに、なんかあのそうです今ね、ロールケーキみたいな感じで、なんかこうミルフィーユみたいな、ね、ミルフィーユみたいな、あのマトリョーシカみたいな、そうそうそう、そんな感じだよね、ね、入れ子人形みたいな感じになってたりとか、うんうん、だからこの辺ってやっぱすごく難しい問題をはらみつつも、うん、凄まじい人気は今もう誇ってますし、だから僕それライブとかにすごく現れてるのかなと思ってて、今どう？そうですね、今だから 3DCG ライブであったりとか、うん、その辺のですね、技術もすごく進化してるので、うん、まあ正直に言って今、例えば、まあ、ここでね何人か書いてくださったりもしてますけれども、まあ、VTuber のカルチャーで言うと、例えばホロライブっていうグループユニットというか、はい、チームだったりとかすると、グループ、ね、ホロライブで ね、ライブをやってたりもしますよね。2時3時とかね。そう、2時3時とかもそうですね、音楽活動活発にやってる皆さんもいますけれども、うん、もうね、 あまりにも細分化がされすぎてきていますよね、そのジャンル。同じオタクというカルチャー、例えばサブカルチャーの音楽シーンの中でもイラストを用いた、コンテンツがいろいろあるので、大体全てアニソン、キャラソンとかにかつては分離されてましたけれども、うん、そうだよね、今やそのくくりではもう扱えるものではなくなっているというか。だからトミータの中でこれなんで今回ぶっ込んだかというと、その感覚的にそのアニメジャンルと VTuber ジャンルっていうのはどこまでこう重なっているのかと、 VTuber がどこまでアニメ業界のところに今入っているのかっていうのをちょっと聞きたかったのよ。でもだんだんと、というかまあ今 VTuber の中からバーチャルシンガーというですね、音楽活動を主体にやっている、アーティストたちもたくさんいるんですね。多くなってきたよね。はい、僕すごい好きなんですけど、例えばカフであったりとか、はいはいはい、姫ひなであったりとか、今日ねユニっていう子、ね、あのコメントもらったの。あ、はいはいはい、そうですよね。そう、それこそアニソンじゃないけど、もうね、あのアニメの主題歌歌っちゃってますから、うん、そうなんですよ、うん、で僕はそこでやっとアニソンとかと絡みが生まれてくるという感じ。あ、やっとでもそこなのか。でも言ってもですね、うん、クラリスだってもともとそういう風な活動に近しいことをしてきたと僕は思っているんですよね。確かにそういう偶像的なキャラクターがあってね。そうです、クラリスもずっと、例えばミュージックビデオも本人たちが出ない、うん、最近は出たりもしますけれども、イラストであったりイメージ映像であったりとか、うん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 、そういったもので、しかもその、実体であったりとかパーソナルな部分というのは非常にこう隠した状態の中での活動を長らくしてきたわけですけれども、うんうん、まあ、そういったものの今の最新技術を使った非常に、分かりやすい意味で言う、まさに仮想空間におけるアーティスト活動が非常にこうやりやすくなったっていう、ただやりやすくなった分、うん、すごくお気楽にやれる面白いカルチャーと、非常にプロフェッショナルな方向性に振り切れてるカルチャーっていう、そのいろいろな、もう全ていいものではあるんですが、うんうんうん、振り幅がすごく大きくなった。ですごく、まあ、ちょっと分かりやすい例えか分かんないですけど、例えばですよ、うんうん、同じゲームというジャンルにおいても、うん、e スポーツというプロフェッショナルの集団がいますよね、はいはいはい、これはもう超プロフェッショナルで、とにかく技術を上げること、敵に勝つことをめちゃくちゃ追求しているのが e スポーツの選手たち、うん、その一方でゲーム配信者、ああ、そうか、素人だもんね、はい、いわゆるストリーマーとかっていう言い方もしますけれども、彼らというのは決してうまいからこそコンテンツ力があるわけではないんですよ。そうかそうか、そう、技術で持ってってるんじゃないってことね。逆にうまくなったら面白くなくなったって言われるような世界でもあるんですよ。ああ、そうか、はい、
それぐらい今振り幅が V の V ジャンル VTuber であったりに関してはすごくできてる中で、アニソンってやっぱりすごくウェルメイドに最初から作られてるものなんですよね。ウェルメイド、熟練されているもの、そうです。もうアニメの主題歌を担当するということは、まあ、アニメ自体が何百人という人間で作るものだったりするので、うん、まあ、アニソンはそれをまあ背負うというか、それを魅力的に伝えるという意味合いで言うと、どんなにふざけたキャラクターソングであっても非常に研究されて、よく作られてる、うまく作られてるというか、うん、丁寧に作られてってる。だそこに結構差が生まれてしまう。でどっちもいいんですよ。あのバラエティーとしてはやっぱり、二次三次であったりとかのあの面白さっていうのって、もうやっぱすごく、僕も見てて面白いですし、ファンがたくさんいるっていうのは素晴らしいことだと思うんですけども、うん、でそことアニメアニソンとかとの絡みっていうのって、まあ、これからどんどん進んでいくとは思うんですけれども、うんうんうん、まあ、まだまだ完全に混ざりきってないところではあるなとは思うんですよね。そういう認識見解なので今は。はい、だから今後、まあ今回の主題に戻るとすると、うん、まあ、ますます今後アニソンって複雑化していくと思うんですよ、うん、複雑、例えば複雑はい、うん、割とね昔というか、それこそアニ様が始まった当初とかってですね、2005年ですね、新しいアニソンの潮流流れというのはこうであるっていうのが、うん、まさにアニ様のある種のテーマだったと僕は思うんですよね。その頃ってみんなの中に先見の明として、はい、今起こっているような潮流ってのは、はい、もう2005年の段階で、はい、みんなある程度ビジョンとして見えてたの。あ、見えてるのは多分ユーザーだったと思うんですよ。ほう、ファンの方の立場の人たちは見えてたと思います。え、どういうこと？なぜなら、うん、アニソンっていうものが自分たちは好きである。なぜなら、今深夜で見てるアニメ、これが僕たちは好きである。でその曲がこのアニソンなんであって、うん、自分たちが追いかけてるアニメのアニソンを CD として買っているうちに、うわ、身の回りは最近深夜アニメの CD ばっかりになったなであったりとか、うんうん、でなってくると、あれと、なんでこのアーティストたちが集まるフェスってないんだろうっていうのが2005年当時の肌感覚だったんですよ。じゃあもう本当にそれだけがないからみんな気づいてたんじゃないかっていう状況ね。そうです、そうです。僕自身も2005年当時はうすうす気づいてたんですよ。だけどタワーレコードという会社にいながら、サウンドトラックのコーナーに全部アニソンっていうのは集められちゃってて、うん、アーティスト扱いされないとか音楽扱いされないっていう状況にあった。これはお店だったりとか、うん、あとはレーベルの人間だったりとかっていうのは一生懸命ものづくりをしていたり商品を売ってはいるんですけれども、うんうん、本当の意味でファンのニーズにはマッチしてなかったんじゃないかっていうのは当時の状況の中で。作り手たちの方がもやがかかってた状態なの？そうだと思います。はー、そんなことある？でも実際はアニメを深夜に見ている人たちからすると、うん、ああ面白いな面白いな面白いな、主題歌買おうって思って CD を買い集めていたら、気づけば、うん、自分の手元には何十枚何百枚と深夜アニメの主題歌たちが集まっているわけで、うんうん、なんでこのアーティストたちを扱うフェスだったりとかイベントってないんだろうっていうのが当時のムードですよね。へー、そうなんだね。はい。でも今、うん、その当時アーティストたちが一生懸命音楽を作っていた、うん、その思いに対してファンの人たちもそうだよな、すごくいい音楽だよなって思っていた、うん、今も同じようなことが言えるんじゃないかなって僕思うんですよ。まあそれはクオリティ、さっき言ったウェルメイドっていうのをずっと続けてきてるわけだから、それは当然だよね、はい、うん、そうなんです。なので、うん、これちょっとだから、まあ、突っ込んだ話というか、うん、あまり普段思ってても誰もそういうもんだよなって思いながら口にしなかったことを僕はあえて言いますけど、なんでアニ様にラルクアンシエルとかアジアンカンフージェネレーションは出ないんだろう。そうだよね、そのことを選手ちょっと言ってたもんね。なんでアニ様にウーバーワールドは出ないんだろう、うん、
もっと言ったらアニソンって今すごいたくさんのアーティストが歌っているわけで、うん、最近で言ったら例えば去年アニソンでもヒットしたミセスグリーンアップルインフェルノという曲大ヒットしてましたけど、うん、なんでミセスはアニ様に出ないんだろう。もっと言えばずっとアニメ映画の大作である君の名はや天気の子の主題歌を歌い続けているラッドウィンプスはなぜアニ様に出ないんだろう。でそれもっと言いますと、はい、なんかフローとかね TM レボリューションは出るんだけど出てるんです。その違いは一体何なのかっていうところ、これ突っ込んでいい話なのマジで。多分本当はダメなんですよ。でも斉藤 P 見てるかもしれないよこれ。でもね斉藤 P はこういう議論で、ね、実はしたいんだと思いますよ。あともう一個言いますよ。じゃあほうこれだけ20年とかの長きにわたって、うん、コナンの主題歌を歌い続けている倉木麻衣さんはなんで出ないんだろう。ビーズさんとか多分ねそう枚挙にいとまがないんじゃないかな。もっと言いましょうか。じゃあ、うん、アニメのヒットソングを山ほど持っているユニゾンスクエアガーデンはなんでアニ様に出ないんだろうとか。いやなんか近いところにいる感じすんだけどな。でも正直これはすいません、あのアニ様だけで今ちょっと取り上げて言いましたけども、はい、アニマックスミュージックスに関してもそうですし、まあそうだよね、アニソンフェスとくくられるものには出ないよね。リスアニライブに関してもそうですよね。うん、でそれは何富田答え持ってんの。これはまあ、答えというよりも、うん、今みんなが思っている多分疑問なんですよ、うん、あ素直に、まあまあ、だってねヒットソングいっぱいあるもんね。あの人たちが来たらそれこそまたいい盛り上がりがね、はい、作れるフェスができるもんね、はい、絶対ね。過去にユニゾンスクエアガーデンはリスアニライブに1回だけ出てます、うん、あそうですか。はい、それは過去に一度だけ出てます。それってユニゾンスクエアガーデン自体はどこぐらいの時なの。オリオンをなぞるぐらいの時。オリオンなぞるやもう出してましたね。あはい、そうなんです。今出れないの、ね、今出れないの。でもこれ、うん、あでも本人たちだったりとかが多分必要とされたりとか、うん、必要とされたりとか本人たちが出る意義だったり意味であったりとかをどれだけ感じるか、あとはイベント側フェス側がどういう意味合いを持ってオファーするかじゃないかなと思います。もちろん。なるほど、人気だから出てくれとかいうのではなくてちゃんと、はい、何か訴えるその一つの催し物に対してのテーマがあったり、それに対して親和性が高かったら説得できるかもしれないってことね。そうなんですよね。でもですよ、これね僕ねなんかねお客さん自身も、うん、イベントを主催する側もアーティスト側もレーベル側もさまざまな人たちが、うん、忖度というか謎の空気の読み合いをしてるだけなんじゃないかなっていう側面も僕は感じてるんですよね。あそういうことか。主催がいやもうユニゾンさんは出ないでしょこれぐらいのこういうイベントとかアニソン系はさみたいな感じで完結しちゃってるかもしれないってこと、はい、まあね、まあ、ユニゾンだけというだけではないですけど、例えばラッドだったりとか、あラルクだったりとか、アジカンだったりもそうですけど、でも僕ねこれねちょっとムードとして感じるのは、うん、そういうあのアニソンが好きなお客さんもなんとなく線引きしてないかなと思うんですよ。これはね、なんつったらいいんだろうな、フェスとかアニソンが好きだめちゃくちゃ好きな皆さんこそ、うん、アニ様ってこういうもんだよな、アニマックスミュージックスってこういうもんだよな、リスアニライブってこういうもんだよなっていうなんかねイメージをもう持ってしまってるんじゃないかなって思って。いやでも分かる気がする。一ユーザーとして感覚としてなんかもうその食べ、はい、もう食べ物のね住み分けみたいな感じで中華とフレンチは一緒にしちゃダメだみたいな、はい、ねまあ、言ったら同じ食材っていうアニソンっていうのでやってるかもしれないけど、なんかこっちは中華だから中華オンリーみたいな、うん、はい、はい、あるね。でも僕はその、分断されてたものとか、うん、アニソンにおける世代的な分断であったりとかレーベル的な分断プロダクション的な分断さまざまなものを取っ払って新しく立ち上げたのがアニ様だったんですよね。あその当時ね、当時としてはもうめちゃくちゃ画期的な概念を持って、うんうんうん、これが今のアニソンですシーンです。だから
それまでの固定概念としてのアニソン、アニメの主題歌なんだけれども、アニメの主題歌だからこそ必殺技、うん、タイトルを叫ぶ、ヒーローの名前を言うっていうものとは違う新しいアニソンのシーンっていうのがここから始まるんですっていう、もうオピニオンを作るみたいな意味合いっていうのもアニ様にはあった、うんうん、であればこそですよ、今2020年代になって令和の時代になって、うん、そういう概念でもって新しい、なんでしょうね、その本当の意味でユーザーたちがアニソンだと思って聴いているその CD のその束をまとめるようなフェスってあるべきなのか、うん、もうない方がいいのかっていうのをきっちり僕はね、そろそろ議論しなきゃいけない時期なんじゃないかなと思ってるんですよね。なんか僕もその自分が今ね、名古ライブっていう、まあ、500人から1000人のキャパのやつやった時にも、そのキャスティングで考えた時に、はい、例えばそういうアーティストを、まあまあビッグすぎるからね、今出てきたような名前は、はい、また箱の、はい、中身とか違うんだろうけど、ユーザー自体が結構もう食い分けちゃってるような気がして、そうですよね、そう、その垣根はぶっ壊せない感覚は主催になったとしても あるかもしれない。はい、そうなんですよ、もう花からやっぱその辺って言ってしまえば分断された歴史が長いからこそ、うん、もう頭からいやないだろうな、違うだろうなとか、うん、それで言うと、まあでも皆さんも、でもう感じてらっしゃるというかご存知だとは思いますけれども、同じ声優アーティストでも坂本真綾さんって出てないんですよ。あ、確かにそうだね。坂本真綾さんは、いわゆるアニソンフェス的なものは、フライングドッグさん主催の、犬フェスにはご出演されてらっしゃいますけれども、はいはい、アニ様であったりアニマックスミュージックスであったりリサーニライブ、いわゆる三大フェスと言われるものには実は出てないとか。これなんか僕の中で思ったのは、アーティスト側の方の住み分けがなんかあるんじゃないかなってのは思ってたんだけど、そうでもないの。そうですよね、だからそうなんですよ、だから当然そういう判断のもと、うん、あ、僕たちは、少し違うかもしれないっていうアーティスト判断だったり、あとはプロデューサーとかいろんな人の判断で出ないっていうのは全然それはもう自由だからいいんですけれども、うんうんうん、であればそういう、概念みたいなものを全部取っ払ったところでの本当の意味での新しいフェスだったりイベントの考え方っていうものを生み出していかなきゃいけない、うん、って考えると、うん、例えばロッキンジャパンだったりとか、カウントダウンジャパンフェスだったりとか、うん、特にカウントダウンジャパンフェスには、リサも出てればフリップサイドも出てるし坂本真綾さんも出てるんですよ。なるほど、音楽っていうオールジャンルのところは出てるわけだ。はい、でもそこにはアニ様だったりリスアニライブだったりアニマックスミュージックスアニソンのフェスイベントには出ないアニソンを歌ってるビッグアーティストたちも出てるわけじゃないですか。そうだね、そう考えたらどっちがフラットに今アニソンを扱ってるんだろうっていうことだったりとか。はあ、でもその観点で向こうはブッキングしてないからなとかって思うじゃないですか。そうなんですよ、だその辺ってね、僕ねやっぱもうそろそろ無視しちゃいけない時期なんじゃないかなと思うんですよね。あ、そうか、うん、だこれは今後考えていかなきゃいけないのは、うん、じゃあアニソンというものにも細かく分類があってで、うん、それぞれにフェスがあるのが自分たちにとっていい時代なんだ、いいアニソンのあり方なんだっていうのと、うんうんうん、いやそうじゃないと、新しい概念、新しい時代の概念を打ち立てることによって、うん、そこにふさわしいイベントの概念を作った新しいフェスがあるべきなんだと。でそこには例えばもうキャラクターソングからもうロックバンドからもうありとあらゆるアニソンのアーティストが出れるという状況を業界とかあとはファンのみんなで作り上げていこうっていうのが新しい道なのかっていうのことを、うん、そういったことをなんかねもうそろそろいい加減答え出していってもいいんじゃないかなっていう。でそこにやっぱ VTuber だったりバーチャルシンガーだったりもあるしとかっていう、うんうん、それはでも全部混ぜることが僕は全ていいことだと当然思わないんですよ。うん、まあね、はい、もちろんそのファンの皆さんにもやっぱ思考があるコミュニティがあるからね、うん、はい、そういう意味でも細分化は進んでる、ファンの中でも細分化は進んできているので僕はねなんかねこういうことをなんかねもっと活発に話していくと
今アニソンが抱えている、問題であったりとか、もっとどうすれば、世界に打って出れるのかとか、日本国内でももっと面白くなるのかっていうことが語り合えるんじゃないかなと思うんですよね。これちょっと富田なんか他にも巻き込んでいくしかないんじゃない？はい、そうなんですよ。だからいろんな人の意見ってやっぱ聞くべきなんですよね。もっとね、うん、それこそその世界で生きてきた戦ってきた人たちのなんかこう今僕らが物議を出しているようなことっていうのを彼らは今どう考えているかっていうことをちょっとね、はい、なんか巻き込んでいきたいねこれね。そうなんですよ。でね、面白いんですよ今ね、覗き窓でみんなチャットでいろいろと書いてくれてるんですけども、うん、やっぱねこの中にもいろいろとね意見があるというか分かれてたりもするんですよね。例えばこういう音楽ジャンルの差別をなくして新たなフェスを作るのかと、確かに面白いかもっていう意見もあったりもしますし、うん、であと中には、うん、ファン同士がやっぱり噛み合わないからイベント自体が盛り上がらなそうっていう意見もあったりとかする。でも僕はやっぱね、まあね、うん、そういう意見で出てきて叱るべきだと思いますし、だからこそ、うんうん、今までのアニソンフェスって全部アニ様にしろアニマックスミュージックスリスアニライブにしろワンステージでやってきたっていうそのフェスの概念すらも取っ払った方がいいんじゃないか。これワンステージでやるからこそお客さんには選択できなかったっていうこともあったりするので、うん、まあ確かにね、だいぶ大掛かりよこれ今話してること。そうなんですよ。これはねやっぱりねアニソンだったりとかアニメだったりっていうのをどうしていきたいのかっていうのは、うん、やっぱニーズがあって供給があるっていうことはやっぱ間違いない、うん、これはもうずっとこの先も変わらないことなので、うん、多分ね正直やっぱあれだと思います。消費者であったりファンだったりとかそれを支える、まあ、リスナーであったりオーディエンスの声っていうのが実は一番大きいと思いますよ。僕はだからこそ、うん、まあ、TM レボリューション西川兄貴は、はいはい、兄様に出たんだと思うんですよ。ああ、彼自身やっぱり主催者だからそういう感覚持ってんだろうね。稲妻フェス、稲妻ロックフェスやったりとかしてウーバー呼んでるわけでしょ彼の場合。そこでそうです、そうです、ね、でやっぱり西川兄貴はJ-POP とアニソンが混ざり始めた時の黎明期にそれこそルローニケンシンであったりとかガンダムシードであったりとか、うんうん、あの時にいろんな批判にもさらされながらもものすごくそのアニメ文化だったりとかリスペクトを捧げながらやってきた。そしてでも軸足は J-POP であってその中でいろいろなフェスだったりとか自分でフェスを主催しながら戦ってきた中で兄様に出るだったりとか、うん、そういったアニソンのフェスにも出るだったりとかっていうことで言っちゃえばファンの思いだったりとかファンの声を、うん、なんつうでしょうね、ファンの思いファンの声を守ったんですよね。まあ確かに、いやすごいね、うん、でもこれをまた本当に今この時期だからこそ考えて叱るべきなタイミングなのかもね。いやそうですよ。だって僕実際に、まあ、誰とは特定のバンド名とか出さないですけど、うん、そういったアニソンフェスに絡まないすごく人気な、ロックバンドだったりとか超ビッグネームたちと話をしたりとかインタビューとかさせてもらう機会ありますけど、うんうんうん、めちゃくちゃ真剣にアニソン作ってますからね。本当に考えられないぐらいの、心血を注いで、うん、監督と打ち合わせをしたりだったり脚本読み込んだりとかして歌詞をでそんなだけのビッグネームでもできましたって出してもリテイクとかガンガンもらうのがアニメの主題歌っていう世界なので、うん、その中では歯食いしばりながらこれです答えはこれですって言って出して作ったアニメの主題歌悪いもののわけがなくて、うん、で実際それも評価されててヒットソングとしてヒットチャートをにぎわしているアニソンでありながらなぜかこれはムードなのか空気なのか本当にある壁なのかアニソンのフェスに出ないっていうこの雰囲気を作ってるのは一体誰でこのままでいいのかっていう議論はした方が面白いんじゃないかなって僕は思ってます。いやこれ大きなテーマとしてサブキンでこうね定期的にやっていこう。これはそうですね。ちょっとまた来週もねちょっとまあちょっと覗き部屋でも結構みんなの意見もかなり出てるからこれもちょっともう少し広めていきたいね、はい、この話これちょっとね議論を深めていくと、うん、なんかねあれなんですよね。やっぱり、まあ、メディアであったりとかもそうなんですけど、うん、
そういったものを分け隔てなく差別なく区別なく扱っていくっていうムードを作っていくってことがやっぱすごい大事だったりもすると思うんですよね。だからやっぱり、ね、話す語るであったりとか届ける伝えるっていうこの思いみたいなものを初めから違うものは違うって分けるんじゃないっていうことも含めて、あとは違う方がいいっていう議論も含めて僕はしていった方がいいんじゃないかなってすごい思いますね。していきましょう。これまた来週もしよう、うん、そうですね、ぜひぜひこの辺はね僕もねいろいろと、まあ今日は、問題定義っていう感じでお話しさせてもらいましたけれども、うんうんうん、まあ、僕自身がね今考えてることとか結構あったりするので、うん、おーいいね、それもいいんですか喋っちゃって、はい、いやちょっと楽しみだ。あ、もちろんもちろんもちろんでございます。わかりました、じゃあ来週はそのあたりについてトミーと熱く語ってちょうだい。かしこまりました。それじゃあまた来週もよろしくね。サラダバー。はい、よろしくお願いいたします。サラダバー。